待ちに待っていたガチャをね、ついにゲット降臨してしまいました。ザンと降臨、ここにね、悟空がいて、そしてさらにラインナップにね、ラインナップの紙をパカリスと出して、ラインナップを見てみますると、ドラゴンボールスーパースキルズフィギュア第1弾ね、さあ真ん中注目。うわぁ、なんだこの肩幅筋肉大狂犬。なんとジレンが、大好きなジレンがラインナップしているっつう、奇跡ミラゴレベルマックス。そして、サイヤ人の男アバターヒーロータイプに、孫悟空、身勝手の極意、兆し。この悟空も楽しみだよね。そして、人造人間アバターヒーロータイプに、海王神アバターヒーロータイプ、で、ナメック星人アバターのヒーロータイプの、全部で6種類1回400円になっておりますると。では早速、見ていきましょうかな。まあもちろん最後にね、ジレンを見ようと思う。人造人間アバター。かっちょいいな。なんか格好美しいね。人造人間アバター様。合体して、完成。ザン。おお、イカス。超クールじゃん、マジで。人造人間アバター。で、台座も組み立てて、台座にセッティングしますると、台座のセッティング方法はね、裏に書いてあるんだよね。まあリアルにさ、ヒーローズで使えるってところがまたいいよね。このフィギュアね、飾って楽しむだけではなく、ヒーローズでも使えるという。ぺったんことシールを最後に貼って、これで完成だよね、台座。おお、いや、台座もかっこいいな、これ。人造人間アバター、ちゃんと名前がね、書いてあって、ここに人造人間アバターさんを 人造人間アバターさんをセッティングして、うわー、パーフェクトなアバターです。人造人間アバターです。いや、かっこいいね、これね。ゲームで使えるし、飾っても楽しめる。最高じゃねえか。っていうか、マジかっけ。人造人間アバター。それではでは、お次は、海王神アバターを開けて見ていこうかな。海王神アバターもね、俺結構楽しみだったんだよね。わー、すげえ。めっちゃかっけ。このシリーズね、かなり前からすごく楽しみにしててさ、絶対クオリティやばいだろうなと思ってたんだけど、やっぱね、実際開けてみて、やっぱやばかったわ。わかったわ。そのやばさが。すげえわ。めっちゃかっこいい。つか、これのさ、ブロリー欲しくない？ここにブロリーって書いてあって、ブロリーすっげえでかいさ、ブロリーの、もうブロリーはさ、2個ぐらい使っていいよね。この台座2個ぐらい使って、ブロリーがでかい。うわぁ、最高だよな。ブロリーもいつか出るかな？第1弾と第2弾出てるんだけど、どっちにもブロリーいないんだよね。そして、これがサイヤ人のアバターに。今のところ、人造人間アバターが一番気に入ってるけど、このサイヤ人のアバターもいいね。でもって、ついにね、来てしまいました。ナメック星人アバター。もうめっちゃ楽しみだったんだよね。ナメック星人アバター。これマジクオリティ見たかったんだ、早く。開封する前までは、このね、ナメック星人アバターが一番楽しみだったんだけど、悟空とかジレン除いて。でもね、実際開けてみたら、この人造人間アバターが一番気に入ってしまった。これいいね、人造人間アバター。いや、でもナメック星人も超活かすけどね。ナメック星人と人造人間のダブルアバター、さっと降臨いました。孫悟空、身勝手の極意、兆し。まあでもね、クオリティに関してはそこまで高くない感じがする。筋肉のこのさ、マッスル感はよろしだけど、この顔とか髪の感じがあんまり、まあ400円にしては、まあ台座込みの値段だからさ、この台座にセッティングして初めて完成だからね、これ。完璧なる悟空が完成するという、さっと。あー、やっぱでもかっこいいな、台座込みだとやばいね、迫力。まあフィギュアだけだとね、なんか物足りない感じするんだよな。いや、まあ、かっこいいんだよ。かっこいいんだけど、アバターとかの方が、個人的には悟空よりか、かなり、このアバターゲットした方がいいと思う。まあ、悟空もかっこいいけどね、実際使えるしね、ヒーローズで。そして、まあ、ジレンは絶対にゲットしなければならないんだけどさ、クオリティはどうのこうの関係なしに、もうジレンだからね、ジレンは絶対ゲットしなければならないと。悟空はこんな感じでしたと。まあ。そして、ラスボス来たか、ついに。ラスボス。今までのところはね、やっぱ人造人間アバターが一番気に入ってる。めっちゃ格好美しいね、このアバター。素晴らしいわ。そして、このね、人造人間アバターを余裕で超えるであろう。さ、ラスボス登場。ジレン。俺最初これ気づかなくて、必死でこうやって見てたんだよね。こうやって見てたんだけど、なんかよく見たらさ、親切に見えるようになってんだよ、中に。何書いてるか。全然気づかなくて、最初。途中で気づいたね。第2弾やってる時に気づいた。わ、マジこれ書いてんじゃんみたいな。これ第1弾も書いてんじゃないと思ったら余裕で書いてて、必死で中見てたのに、みたいな。いや、まあ悲しくなったけどね。まあとりあえず、ジレン。もうジレンはね、頭がね、見えたんだよね。頭が。あ、これジレンだなと。これジレンの頭っしょっつうことでジレンということが分かって、興奮してたんだけど、どこだったっけな。ジレンね、まあどっかね、まあ足も見えるんだけどさ、頭、あ、これ。このヘッドが見えて、あ、これジレンだ、みたいな。ジレンだ、みたいな。パーカリス、いきますか。来ました。うわぁ。
気合が違うぜ。やはり、ジレン、サッ、ジレンの、うわー、この3文字最高じゃね？ジレン、そして、わー、本物、初めて見るな、ドキドキするな、マジで。いつもネットの画像では見てたんだけど、サッ、フォ、きたます、きたます、もう、ジレン、待っていたよ。もうこれかなり前から欲しかったんだよね。ずっとネットで見てさ、待ってたんだよね。このジレンゲットしたいと。ついに、我が手に。しかも最後に来たからね、ジレン。全然来なかった。ジレンが全然来なくてめっちゃ焦ったんだけど、最後にゲットできた。いや、よかったな。一番被ったのが、海王神か。海王神が被ったんだよね。他1個ずつ。海王神が余分に2個ゲットできてる。いやー、これは、これはこの瞬間は、嬉しすぎてやばい、泣きそう。ジレンすげえ。あ、もうジレン完璧。もう100点満点中、100点超えて120点。なんだこのマッスル。あの、特にマッスル感がいいわ、このフィギュア、ジレンの。ほら。やばくない？うわぁ。この、背中の筋肉。肩からの背中にかけての筋肉。やばくねえ、これ。なんでこの強調してるの、マッスル。うわぁ。なんか、ちょっとね、悟空はね、物足りない感じしたんだけど、なんだろうな、髪の毛かな？なんか髪の毛がね、なんか違うな。自分的にはね、なんか違うなって感じがしたんだけど、ジレン完璧。ジレンすげえ。やっぱジレンだわー。ザン。もうこれだけでも最高。もうこれだけでもめっちゃ嬉しいんだけど、下に台座がつくからね、あんな感じでジレンって書いてる。うわ、かっけえ。ジレン完璧じゃないか。強さ入突系。強さ入突系。うわ、僧帽系。うわ、勝ってペクトラリスメジャーからのデルトイドの流れ。やばいね。バイセプス、トライセプス、ブラーケ、そして、バン。やっぱね、背中が俺、一番気に入った。あの、ジレンのさ、背中やばくねこれ。ほら。うおーかっちゃ。マジか。この背中の盛り上がり。男ならば絶対に目指さなければならない、この背中の。うわ、盛り上がり。これはタンクトップ似合うな、こいつ。すげえわ。足。この盛り、いや、マジか。この盛り上がりからのこの盛り上がりだからね。もう完璧。そして台座を組み立てて、このように存在してくれてありがとう、ジレン。このように存在してくれて、ジレン。ありがとう。ドビュッシー。足ドビュッシー。うわ、マジで。やっと、ついに。ついにゲットできた。欲しかった、ジレン。やばい。なんだ、これ。ジレンでしょ。台座にジレンと書いてあり、上にジレンがいるという奇跡ミラコレベルマックスでしょ。ザン。いや、この角度マジた、やばくねえこれ。この角度。すげえ。いや、このジレン使いてえな。ジレンだけ使おうかな、これ。一回ね、記念に使いたいよね。ま、あの、ジレンはまだシール貼ってないんだけど、ジレンもシール貼って、使いたいね、これね。おすすめ、俺のおすすめは、17号じゃ、なんか17号って言っちゃうな、これ。17号じゃなくて。いや、だってこの辺なんかすげえ、色合い的に17号にすげえ似て、あの、人造人間アバターと、このジレンがおすすめ。あとね、サイヤ人もいいね。ナメック星人も良かったし。まあ、アバター系は全部いい。アバター系は。悟空だけがね、ちょっと物足りない感じがする。何かが違うよね、この悟空ね。なんだろうな。なんか、いや、かっこいいんだけどね。さっきも言ったんだけど、かっこいいんだけど、なんかね、兆しっぽくないんだよな。身勝手の悟空、兆しって、もっとなんかシュワーってしてる感じしない？いや、まあ、フィギュアでそのシュワ感出すの難しいとは思うんだけど、なんかもっと潤ってる感じがするんだけど、なんかこの悟空ね、そんな感じしないんだよね。あとはそれぞれの良さがあるよね。このサイヤ人アバター、これね、あのやっぱ髪が一番気に入ってるかな。このサイヤ人アバターの髪はね、俺好きなんだけど、悟空の髪がちょっとね、やっぱりなんかうんって感じなんで。あとナメック星人ね。いやー、ナメック星人もかっこいいんだよな。これすげー楽しみだったから、ナメック星人。でもね、やはりね、アバター的に言うとね、この人造人間アバターが一番かっこいいね。ということで、今回はドラゴンボールスーパースキルズフィギュアの第1弾の開封レビュー動画でした。みんなもね、ぜひ発見したらやってみて、特にこのね、人造人間アバターとジレンを狙って、こいつはやばいよ、マジで。めっちゃ、いやー、かっこいいなー。まあ一番はやっぱダントツジレンがおすすめ。この筋肉がね、マジやばい。この筋肉感。ジレンの、特に背中。もう最後にもう一回背中見ようか、みんなで。ジレンの背中バイバイである。ザン。うひょー。すごいね、このジレンの筋肉。半端なすぎるし、背中。そして次回はね、こっちのオレンジのカプセルの第2弾の方を開封しようと思います。こっちの第2弾ね。なんとね、スーパーサイジン4孫悟空ゼロがね、いるという奇跡ベラゴレベルマックス。いや、めっちゃ楽しみだよね。この悟空。この悟空もジレン並みにね、すげえ期待している。